文化人形とは、大正から昭和初期にかけて作られた、洋装の布製の人形のこと。ブラブラ人形、ヘロヘロ人形、花ちゃんとも、一を模して作られた人形のこと、布製の人形のこと、ポーズ人形やフランス人形、桜ビスクなどを含め、大正時代から昭和初期にかけて作られた人形の総称。競技には一及び二を指すが、 すでに流通している人形に対して後付けで付けられた名称のため、用法にかなりの幅がある。文化人形の文化とは、文化住宅、文化傍聴など様々な派生を生んだ当時の流行語。文化人形の歴史ははっきりしない。明治から大正にかけて日本に輸入された西洋人形や奇世界人形を模して作られたと考えられている。 1935から1942頃の西洋のぬいぐるみ人形最も古い公的な資料は大正時代に業界団体が作成した販売価格表だがすでに市販されている文化人形を後付けで定義したため漏れが多い。この節の視点ポーズ人形ポーズ人形とは当時のファッション誌を参考にデザインされた一番可愛らしく見えるポーズで固定されたおしゃれな人形。 フランス人形とは、フランスのビスクドールや、ファッションドールを元にしているロココ調のドレスや宝塚、歌劇団の衣装をイメージして作られた人形。西洋のビスクドールや、ファッションドールを参考にしているが、日本人形の会社が作っているため、作り方や素材は、日本人形と同じである。素材は、顔は布製で、手足の芯材は針金に出し紙面を巻いて、足元は、 円形の台に固定され、鑑賞用になっている。リボン、桜人形、ヘコナムドールがある。ありがとうございます。